こんにちは。ヒカルの語英語バージョン第1巻だから英語を紹介しますね。178ページです。Different clubs from the school put up booths。このそれぞれの部活が出し物やってんだよっていうふうになっています。この put up っていうのは立てるとか提示する、掲示するっていう意味があるんですね。